イングランドからの移民を描いたフォード・マドックス・ブラウンのザラスト・オブ・イングランド南米を宣言する日本政府のポスター移住とは他の場所に移住することを目的としてある地域や国を離れる行動である移民と同義であるがこちらは祖国を離れるという第一国から第二国への人々の移動も伴う現象のことを言う人が移住を選択する要因は多くあるが要因は惹かれる要因と 出る要因の二つに大別される。より良い経済的機会や生活水準の向上、またはより良い気候条件を求めることが惹かれる要因の例である。一方、貧困への恐怖や宗教的、政治的差別が出る要因の例である。18世紀から21世紀には移住は世界に大きな影響を及ぼしている。18世紀から19世紀にはヨーロッパから 近年はメキシコからアメリカ合衆国に数百万の人々が移住している。移住という用語は通常は自主的な移動について用いるが強制移住は一点政策や民族浄化のため集団で強制的に移住させられるものである。ドイツ再統一以前の東ドイツから西ドイツへの移民を制限したベルリンの壁複数の国は国民に対して 移住の自由を制限していた。1668年以降、中国王朝の清は、漢民族に対して満州への移住を禁止した。1681年、皇帝は中国国民が満州及びモンゴルに越境できないようにするための柳、上辺の建設を命じた。九百十八年、ソビエト連合構成共和国が法律と国境を厳しくして、 そのような制限をはじめ、1928年まで違法内住もほぼ不可能であった。これを強化するため、ソビエト連邦政府は国内のパスポート制度と各都市の住民登録の制度を規定し、101、ショートトンキロメートルと呼ばれる規則によって小さな地域内の移動も制限した。第二次世界大戦後の1945年、ソビエト連邦は、 複数の東ヨーロッパの国を占拠し、自国の影響下に置きまとめて東側諸国と呼ばれた。新たに獲得された地域の大部分の住人は独立し、ソビエト連邦が退去することを望んだ。第二次世界大戦が終結して5年も経たない1950年以前、1500万人以上の人々がソビエト連邦に占領された共産主義圏の東ヨーロッパから、 資本主義圏の西側諸国に移住した。1950年代初めまでに国家間の移動を制限するソビエト連邦の手法は東側諸国の他の国々でも取り入れられた。東側諸国に導入された移住制限は東側と西側の間の移動のほとんどを停止させ、1950年から1990年までに東側から西側に移動した数は わずか1330万人であった。しかし、毎年数十万人の東ドイツ国民が、東西ベルリンの間にある、抜け穴を通って、西ドイツに移住していた。この移住は、東ドイツから西ドイツへ、教育を受けた若年の専門家や、技術者の頭脳流出を引き起こし、また1961年までに、東ドイツの人口の20%近くが西ドイツへ、 移住した。1961年、東ドイツは有志鉄線の障壁を作り、後にこれはベルリンの壁の建設につながった。1989年、ベルリンの壁崩壊に続いて、ドイツ再統一が行われ、それから2年以内にソビエト連邦の崩壊が起きた。1950年代初めまでに、ソ連が実施した移住の制限は、中華人民共和国。 モンゴル国、朝鮮民主主義人民共和国といった社会主義国でも同様の制度が取り入れられた。北朝鮮では現在でも移住を厳しく制限しており、北朝鮮の人民は未だに違法に中国への移住を続けているものの、現在でも最も移住の制限の厳しい国の一つである。その他に、過去や現在、移住を厳しく制限していた国には、アンゴラ、エチオピア、 モザンビーク、ソマリア、アフガニスタン、ミャンマー、民主カンプチア、ラオス、北、ベトナム、イラク、南イエメン、キューバ等がある。ありがとうございます。